If you get to hear me now.何か用か。来い！人間、望み通り消してやろう。そうか。先に教えておいてやる。私は不死身だ。ゆえに、お前ごときは異常な存在がどうあがいたところで、結果は決まっている。せいぜい逃げ惑うのだな。覚悟しておけ。Get!
消え去る。力からほんの少しだが神の気配を感じる。お前何者だ。嘘でしょ。どうしたらそこまでやれるの。何か用か。お前が己の使命を果たすために必要なものがある。それこそが力。そう、理想郷のために必要なるは万物を裁く絶対なる力。お前ごとき人間が私のために働くにはもっと力をつけなければな。そうだ、お前試しに我の動きを招くんよ。人間は神の魔法が好きだろう。そうして醜くはびこってきたのだから。本来
人間風情が偉大なる神の真似をするなど決してあってはならないことだが、だが神は寛大だ。お前に神への尊崇の念があるならば、その罪を許してやっても特別に。ありがたく思えよ、海よ。下等な人間にもこれくらいはできる。しかし下等な人間の時は崇高な神を必死で模倣する姿というのは実に滑稽だな。人間の終わりにはゾンがいマシな動きをする。もっとも神のような美しさは欠片もないがな。特別授業を始めるわ。みんな張り切っていくわよ。何か用か。神への敬意をここに示すのだ。その行動をもってな。知ってやれ。
今のは悪くない。お前にもようやく神の使いとしての自覚が出てきたか。主将の心が出た。褒めてやろう。消えてろ。行くぞ。お前の動きも少しは様になってきたではないか。そろそろお前の神を名乗ってもいいかもしれんな。か、すべてのものは神のもとにあり、神がいなければ何者も存在しえない。そう、今の人間どもは神である私に生かされているに過ぎ、生かす価値がないと我が決めた時、それがお前の、そして人間の最後なのだ。人間よ、しばしの猶予をせいぜい楽しむがいい。すごいよ。ふんふんふん、ふふふのふん、ふんふんふん。何か用か。その技を持ってお前も神の仲間入りだ。どうだ、神の仲間。我が計画も完璧なものとなる。なんだ、何か不満か。まさかお前、私の力を得ることが目的だったのか。神をたばかっただと。許されることではない。どうしても暗い。神による神のための
この世界こそ神の世界。神が世界を作り、神が世界を作り、それこそも自然の摂理ならば人間を生み出した、それこそも神の過ちに人間を生かし続けること、それこそが神の怠慢。あれほど忌み嫌った神の怠慢を我がなすことになろうとは。ああ、何ということだ。キリア、今からでも遅くはない。今こそその愚行を正す時だ。遅いこそが全知全能の神ザマスになるぞ。神がこんなところで、くそすごい。孫悟飯は私が先にいただいたぞ。
らい。はあ、行くぜ。おのれ、ほっ。